小室城三の門とその変額と佐神社の神学用、和の宮の変額。満州語、漢文、チベット語、モンゴル語で書かれている。変額は、建物の内外や門、鳥居などの高い位置に掲出される学、看板であり、書かれている文字はその建物や自社名であることが多いが、建物にかける創立者の思いなどを記すことがある。 変額は、神社、寺院、縄文、茶室などの伝統建築のみでなく、学校、体育館、トンネルなどの近代建築においても掲げられる。特に神社に掲げられている額を、神額、寺院に掲げられている額を、寺額という。変額の文字は、著名人が記号することがあり、変額そのものが書籍としての文化財の扱いを受けることがある。 変額は奉納したものが掲げられることがあり、特に区別して、奉納額ということもある。変額は中国に由来し、日本、ベトナム、韓国などでも見られる。新朝では、複数の言語が表記されたものも作られた。図案としては新職であった士族や家が家門として用いることがあるほか、小出氏の使用した門として有名である。 皇帝や天皇が与える変額を直額という。変額のために著名になり、あるいは通称がついた建造物がある。ありがとうございます。